第一次大仏大同盟は、フランス革命を脅威と感じたヨーロッパ諸国が、フランスに対抗するために結成した同盟である。各諸国はそれぞれ、フランスと敵対していたが、これらの国は、真の意味で同盟を結んでおらず、十分に連携して、戦うことはなかった。各国それぞれの利害関係のもとに参戦しており、フランスの敗北後に目的を達成させる予定だったが、 フランスに勝利することは叶なわなかった。フランスは1792年4月20日にハプスブルク帝国に宣戦布告した。1792年7月にカール・ビルヘルム・フェルディナント指揮下の軍とプロイセン人の大半はオーストリア側に立ち、フランスに侵攻したが9月のバルミーの戦いで敗北した。数度にわたりフランスは陸海から侵攻された。 プロイセンとオーストリアからは、オーストリア領をオランダと、ライン側から攻撃し、イギリスからは、フランスの地方での反乱を援助し、トゥーロンを占領した。フランスは、裏切りと内乱に悩まされたが、ドラコンの法によって処分した。公安委員会は1793年4月6日に、設立され、1793年8月には国家総動員法によって、 兵士となりうる18歳から25歳の青年を徴兵した。新しいフランス軍による反抗で侵略者は追い出され、さらにフランス軍はフランスを越えて進軍した。フランスはバタビア共和国を姉妹共和国として設立し、ラインガーサガンのフランスの支配をバーゼルの和訳によってプロイセンに認めさせた。1793年1月21日のる16世の 処刑はヨーロッパ諸国に危機感を抱かせた。フランスの革命政権が王政の否定に至ったことを意味するからである。革命思想の自国への波及を恐れた小王国は同盟を組んでフランスの革命政権を打倒することを目指した。第一次大仏内同盟に参加した国家は以下の通りである。同盟軍は陸海からフランスに対する攻撃を開始した。プロイセン。 オーストリアは南部ネーデルラント、ラインラントから攻勢を仕掛け、イギリスは海上封鎖を開始して、フランス海軍の拠点であるトゥーロン港を包囲した。フランスは1793年3月18日のネイルインデンの戦いにおける敗北と、それに続くデュームーリーへの投降で、対外的に劣勢に立たされた。さらに国内でも西部のバンデ地方や南東部のリヨンなどで、 王党派の先導による反乱が発生し、トゥーロンに至っては、市内の王党派がイギリスとスペインの艦隊を入港させるなど、内有外患を抱えていた。同年4月6日、革命政権は公安委員会を組織して内部の引き締めを図るとともに、8月23日、徴兵制度を敷いて失った兵力の回復に努めた。1793年末からフランスは、 反抗に移り、国内に侵攻していた同盟軍をすべて国外まで撤退させた。同年12月19日、ナポレオン・ボナパルトは、トゥーロンの奪還に重要な役割を果たし、大いに名声を高めた。その後も、フランスの構成は続き、1795年4月6日には、プロイセンとバーゼルの和訳を締結して、ラインラントを獲得し、同年五月にはオランダに、 衛星国のバタビア共和国を建国した。スペインも、また第二次バーゼルの和訳でフランスと急戦した。10月26日、国民公会が解散されて、総裁政府が成立、フランス軍はドイツ、北部イタリアの征服に取り掛かった。1796年3月、イタリア方面軍司令官に任命されたナポレオンは、イタリア遠征に取り掛かり、初戦で、 サルデーニャ王国を破り同盟から脱落させ、さらに、オーストリア軍を打ち破った結果、1797年4月7日、レオーベンの和役でオーストリアと一時停戦し、同年10月17日のカンポ・フォルミオの和役の締結で完全に休戦し、多くの領土を割上させた。ここにおいて第一次大仏内同盟は崩壊し、イギリスだけが交戦を続けることとなった。 ウィキメディアコモンズには、第一次退伏大同盟に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。